今からピアノの絶対音感テストをします。パーフェクトピッチテストをします。レミファソラソファミレ。当たってます。ありがとうございました。自分で美味しいとか言っちゃうの低いし、ほら迷惑ね。いいじゃない、ね、食べて。国友さんのところで読んだ漫画には全世界が石原英雄なんだっていうことがほら、あったらしいんだ。ねえ辰馬くん、この子今まで全世界が石原英雄だったっていう。本当に医学部なんて大丈夫なのかしら。お母さん、国友それは先さんの生の前で私のこと信じてくれてたのに。それは母としてカッコつけたくて。そんな理由？そういう漫画を読んだ。辰馬くんどう思う？余分な知識がなかった分、頭スポンジみたいなので吸収力はあると思います。ゆりな、今まで勉強してこなくてよかったね。なんか素直に喜べないんだけど。辰馬くんもやっぱり医学部志望なの？はい。やっぱりお父さんの姿を見てると憧れるわよね。あ、いえ、それでってわけでは。え、じゃあたっちゃんはなんで医者になりたいの？身近な人が怪我や病気をした時に治すことができたらって思ったから、それが一番の理由かな。Thank you.
最後なんだから分かんないとかあったら聞けよ。ありがとう。国友さんところで正体がバレてれば石原秀夫は天才ピアニストになっていたんっていうことだね。え、たっちゃんこれでも思い出せない。漫画を読んだね。この頃のユリなんてね、もうたっちゃんたっちゃんってもうずーっと辰馬くんにまとわりついてたのよ。そう。